皆さんこんにちは。今日はですね、国道5号線の手稲区の今稲穂、札幌中心部の方へ向けて走っております。今日はですね、この手稲区の5号線の沿線風景をですねお届けしたいと思います。まあ、途中からになっちゃうんですけどもね。で、ここに右側ダイナムがねございますね、パチンコ店の。ここのダイナムはね、結構札幌市内のダイナムの中でも、札幌市内というか北海道のダイナムの中でも割と早く出店したところになるかと思います。で、今ね、右側にJR バスの停寧予所がございました。まあ、私地元西区なんで、やっぱりこの手稲区といえば隣の区なんでね、何かと来る機会が結構多い場所の一つだったんですけども、で、左側にはね、あの万代という買い取りとか、あとレトロ物が売ってるねお店がございます。このパッケージプラザは閉店したようですね、丁寧の。で、マルハンのね、丁寧店がね、右側にございます。前はこの辺りにですね、センチュリーっていうパチンコ店もね、あったと思います。どこだったかな、確かこの右側あたりだったと思うんですけどね、センチュリーっていうパチンコ店があって、そして今この左角にケイズがあるんですけど、ここが昔日井というねスーパーというか、日井があったところですね。今はパチンコ店のケイズになっております。で、この辺がですね、手稲区の手稲本町というところになります。この道をですね、左に降りていくと、JR のね、手稲駅があるところになります。まあ、丁寧のキャッチフレーズはね、丁寧っていいねって言われてる街で、まあ、確かにね、いいところ結構多いんですよ、丁寧って。札幌中心部からはね、やや遠いとは思うんですけどもね、なかなかこう魅力のある街ですね、丁寧は。昔と違うといえばですね、やっぱりこの国道の交通量の違い、これはね、結構躊躇に現れてると思います。あ、以前ここ右側にカラオケの招き猫あったんですけど、やめたんですね、招き猫、いつの間にか。たまに通ると結構ね、沿線にある商業施設が変わってる場合があるんでね。で、ここ右に行くとですね、丁寧山の方に上がっていく道になります。で、左側にはね、パチンコ店大五郎 Z、 昔ゴールドラッシュがあったところでございます。で、フィッシュランドがね、ありますね、隣に。昔宝石のエリザベスだったような気がするんですけど、フィッシュランドもなんか看板がね、新しくなっております。で、この丁寧北海斎場もですね、昔パチンコ店だったところですね、大将軍だったところなんですけど、まあ、ここは過去動画で一度取り上げたことがね、ありますんで、もしよろしければね、そちらを見ていただきたいと思います。で、この辺が富岡なんですけども、
まあ5号線はこう下っていく形になりますね。西区に向けてこう下りの長い道になるんですけど、昔はですね、信号機があまりなくてですね、結構ここ飛ばす乗用車がね、多かったんですよね。なのでよく警察の測定をね、やってたところの一つなんですけども、今はもう沿道に商業施設がびっちりできて、交通量がやっぱり多くなってるんでね、昔みたくこう飛ばす車っていうのはあんまりいなくなったんじゃないかなと思うんですけども。で、これ左側にほのかというね、温泉施設がございます。この左側の建物もですね、昔パチンコ店だったんですけどね、今この全日食チェーンのね、建物になってますけども、で、左側にはね、スーパービバホームございます。ビバホームがね、これできる前、確か中古車屋あったんですよね。それもなんか早々と潰れてしまってって感じだったと思うんですけど、で、この右の建物が昔大阪のたこ焼き大将があったところになります。で、ここから西宮の沢に入っていきます。まあやっぱりこの西宮の沢のあたりがね、一番変わったかな、昔と。本当に何もなかったんですけどね、昔は。で、右側、これ昔ホーマックだったんですけどね、今は、ブックオフとか、あとハードオフ、それ系列の結構大きなね、建物と、あとカラオケ歌屋と、あとキャッツアイのね、ゲームコーナーが今あります。まあ、そもそも西宮の沢というね、地名自体昔なかったんでね、定年区ができた時に作られた住所表記なんで、もともとは宮の沢だったんですよね、こっちも。宮の沢だけど、何条何丁目とかなってない宮の沢。宮の沢何番地とかね、そういうところだったんで。で、やっぱりね、この辺のその交通量が多くなって、まあ渋滞が昔から比べるとかなり多くなったところになると思います。で、ここがちょうど追分通りのね、交差点でございまして、これを渡りますと西区に入ってきます。そしたら追分通りをね、渡っていきます。そしたらこちらから西区の、今度宮の沢というところに入ります。今右側にね、ボルボがあるんですけどね、ここも昔パチンコ店だったんですよね。ドリーム21というね、パチンコ店が昔ありまして、まあよく来てたパチンコ店の一つですね。で、ここ左に曲がりますと、ハッサムのイオンとかですね、あと JR のハッサム駅がある。ところに行くんですけど、で、次の信号のところがちょうど札幌新道のね、入り口のところになります。まあこの先はですね、旧国道5号線という形になります。まあそんな感じで今日はですね、国道5号線の手稲区の区間ですね、そちらの方を一部走行していく動画でございました。